日本の土地を超高速で移動する電車の窓に映る女性の微妙な反射みたいなハリウッドで使えるのかあったらまあまあまだ使えないレベルじゃないですか、うん、技術的にはこれができるようになったってすごいことだと思うんだけどでもビジネス的にはまあまあまだまだ使えないしみたいな消費者向けの AI の時代が今始まろうとしているのかなというので結構この WWDC っていうのはエポックメイキングになったんじゃないかなと思いますがそういう評価は今のところ全く聞こえてこないですけども多分後 もし、やっぱりアップルが新向けの A. I. の先頭に立ったと言われるようになるんじゃないのかなという気はしますね。今週はやっぱり動画ですよね。いろんな動画の話題が見せ通しだったかなと思います。あ、そうなんですね。ドリームマシーン以外に。あ、そうですね。それ以外にも、なんか結構いろいろ頻発したんですよ。 まあ、ルマ AI はなんかみんな試してて結構パンク状態だったんじゃないですかね、うん、なかなか生成されないみたいな話も聞こえてきたあそうですねなんかスタートするまで結構待つされたりしてましたそうですよねこれは空ですけれどもなんか空に匹敵するとか空を超えたみたいな発表が結構ありましてちょっとそれをあのいくつかまとめてみていきたいなと思います、はい まず、これ元の空ですね。話題になったそのテキストからビデオを作るっていう、めちゃくちゃリアルなあのオープン映画作ってあっんですけれども。これも一般的に使えるんですかあ、これ使えないですね。使えないですよね。デモがあるだけで。なるほど。デモだけですね。はい。一応最初にちょっとバーッと概要を見てから全体の話しますと、まずこのルーマー AI のこのドリームマシンってやつがめちゃくちゃバズって、なん、はい、で,でバズったかっていうと、 この実際、これ自分で作れるんですよね。まあ、なんで、それが結構、ツイッターでこんなんできました、みたいなので、すごくバズってましたっていうのと。実際になんか、えー、と動画生成って、これ初めてでしたっけその、それ<あ>は使えないし、いなんか前にありましたよね、ちょっとね。あ、それいっぱいあるんですよ。ちょっとそれも含めて、今日まとめて紹介しようかなと思ってまして、はい、あとこれですね、このキリン,キリングってやつも、ちょっと今週間もうちょっと前かもしれないですけど、これもすごい中国のやつなんですけど、うん うん、めちゃくちゃリアルで話題になってたのと、うん、あとはこれですねこの Gen3 ですねこれどこでしたっけ、うん、僕も Gen3 アルファ見かけるんだけどだ誰が作ってるやつかって詳しく見なかったんだけどこれはもともとランウェイっていうののアプリがあって、うん、Gen2 ってやつがもともと出たんですけどそれの最新版が出ましたみたいなやつで、うん、<私 S 1> これでもなんか短いんじゃなかった でしたっけそれで空には及ばないよねというような論評どっかで読んだような気がするんですけどそうなんですかああどうなんですねこれとかでも10秒ぐらい出てますそうですね空って1分ぐらいでしたっけ空はあどうなんだろう多分1分ぐらいだと長かったですからね,ねこれ10秒なんで短いですし、うん、やっぱり空にはかなわないかみたいな論評はどっかで見たことある,あるんですけど、うん、これは実際に作れるんですか触れるんですかこれはまだ作れなくてこれもやっぱりデモだけなんだ これでもだけですね。ただバージョン2がちょっと触れるんで、うん、バージョン2を触ってました。バージョン2ちょっと触ったやつがあるんで、後でお見せします。うんはい、あとはあの、オープンソラっていうプロジェクトがあるんですよね。これは、<お>あ<の>オープンソースでね、ソラみたいなやつみたいな感じですよね。そうですねあの。作ってるのは、オープン AI じゃないんですけど、オープン AI の論文とか出てるんで、それをオープンソースで再現しようっていうプロジェクト。はい、で、これのバージョン1.2が、うん、 6月17日なんで、一昨日ぐらいですかね、うん、に、オープンソラの最新版が出ましたっていう、うんうん、まあ、ここら辺がニュースっぽい話ですね。で、あとは、ちょっと比較用に、ちょっと昔のやつ、昔というか、まあ、ハイパーみたいなやつだったりとか、あとピ、ピカーみたいなのとか、ステーブルビデオって言って、あのステーブルディフュージョンが出してるビデオと、これは、クルバースか、みたいなのが、そのもともと、 サービスとして出てて、これ全部使えるんで、うん、ちょっと比較してみましたっていうのと、はい、あとは音声ですね。この d ィブ p イン n d がこのビデオに音をつけるっていうのが出たんで、これ音聞こえますか、はい、音聞こえます、大丈夫です。とか、あとい,いくつか出てて、こういうとか。お、これはすごい。これはすごい。先の 先のもちょっと音を聞かせてくださいちょっとしか聞こえてなかったんでどんな感じか見てみたまああ仕事入ってましたよねあとは映画のシーンみたいな感じで、はい、シーンが変わったらちょっと音が変わるみたいなあ音楽までなるんだこれはおーこお。は音楽と 18時には昨日ですかね。昨日出たんですけど、同じ日かなこれ、なんか同じぐらいにれ作れますっていうのが出たんですよ。APM で公開されたやつが出て、で、同じビデオやってみたら、うん、ってなるんですよ。4パターンぐらいって言ったんですけど。 いやなんでこれ触れるんですかはい<え>あの、でもでも再生するだけ生徒も、あの、動画アップしたら勝手につけてくれるっていうの。あ、これ動画アップしたら勝手につけてくれますよよ。っていうのも触れるんですかじゃあもう。これ、ディープマインドじゃなくて、なんか同じタイミングで別の、えどっかスタートあディープマインドじゃないんだ。 ディープマインドはな何かその、ま、だ未完成なんでっていうのを書いてあった見たんですけど、途中経過ですみたいなことを発表してあったんだけど、じゃあ、あのどうか競合のところが途中経過どころかもう完成品出してきたって話ですね。あそうそうそう。これ出してきて、しかもこれ GitHub にソースコード上がってますあら,あら、そうですね、はい。とりあえず全体として、こんな感じですと。はい、ちょっとまた一個一個見ていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、空はやっぱり、 綺麗だしこここれれれ長いいですすよよねねどんぐらいのいこれ一番東京の街中を女性が歩くというふうにプロンプトを打つとこんなふうにできちゃうということでカメラアングルがこれは3次元きれいに表現されてますからねこれ一つ一つの物体を全部カメラが動く,の動くの同時に計算し直さないといけないんで、うんうん、結構大変な計算量だと思うんだけど。 非常に上手にできてますよね。っていうか、うね、リアルですよね、ほんとね。うん、ねこれはすごいですよね、うん。これ出たの、確か2月ぐらいですよね。その後、いろんな動画先生にさ出てたんですけれども、先週ぐらいがドリームマシンが出て、で、非常に話題になりましたっていう。えー、どういう理由で話題になったんでしょう、まあ、それなりに精度がいいやつが出た。 っていうのと、あとは、まあ自分で作れるっていうところじゃないですか。触れるということですよねれる。これ実際自分で作ってみたんですけど、結構難しくて、うん、あ、そうなんだ。こういろいろやったんですけど、これ一番最初に作ったやつで、これ結構細,細かくプロンプト書いてたんですけど、やっぱりちょっと解像度があんまり高くないなっていう感じですね。これ、プロンプトはかなり、かなり細かく書いたやつですね。 未来都市を舞台にしたアクションシーンでみたいな、こんな話ですけれども、まあ、全部は再現されてないですけど、まあ、未来都市でヒーローがこう空を飛んでるみたいな感じなんで、まあまあ、それっぽくなってるけど、ちょっと思いのほか解像度高くない、某高くないなっていう感じですよね。で、なんかすごいシンプルなプロンプトだと解像度が高くて、例えばこのジャパニーズ・ガーリーズ・スマイリングみたいな。 感じだと綺麗、まあまあ、なんかあんま細かいこと言うよりすごいシンプルな方がなんか勝手にそれっぽくなるのかなみたいな,なちょっとジャパニーズガーデンなのかチャイニーズガーデンなのかよくわかんないような感じ、ね、そうですよねそこがすごい、うん、謎な感じですよねなんか日本と韓国と中国が3つごっちゃになってるみたいなご、はい、ちゃになってる感じしますねあとは全部生成させるんじゃなくて あの先に画像を作っちゃうみたいな。はい、これはチャット GPT で1万円を作って、そ、うん、れをこう動かしたんですけどや、やっぱりその回転させようとか得意みたいで、うん、こういうのはなんかすごい改造も高いし、麗にいきますよ、ね。うん、ただ、この化石を動かすみたいなのがもうどうしてもできなくて、ずっといろいろ試したんですけど、うん、この 化石は回転するんですけれども、全然この動かないですね。このルマ AI の回転は得意みたいなんですけど、あんまり動かすのは苦手だと、これ、これは化石が歩き出すっていうやつだけでシンプルに作ったんですけど、これ全然化石じゃないって。ただのモンスターってですね。これ写真を動かすとか得意だと思うんですよ、こういうの。ああなるほど。これ写真をアップすると、こういう風な動画に変えてくれるということですね。あ,あ、そうです。ですこの時にプロンプトとか、 んですかそのこの道をまっすぐ歩いていくみたいな感じであこれこれプロンプトですもうシンプ,シンプルに路地を歩いてみたいな路地、はい、を歩いていくみたいな感じしたんですね、はい、なるほどなで多分ねこういう動かす系は得意なんですよねあ,<ー>あのなこうオブジェクトを回転させるとか道を進んでいくとか<ー>な,なんだろうたまに奇跡の一面ができるみたいな感じで X とかでバズってるのはなんかたまたまうまくいったやつがなるほどるほなみたいな印象は受けましたまあこれが <laughs> ルマ AI ですねキリングみたいなやつそれバズってこれ多分クリングでしょうね。キーじゃなくてクリングでしょうね。ねクリングか。これなんか空っても書いてます。シミュラーティクニカルルーターとかってう空の,の技術使ってるんですかね。これ中国ですね。これすごい長くて1分30秒破綻せずに自転車で走ってるんですよね、うん。あ、これ確かになんかいいじゃないですか。そうなんですよ。 普通服とかね、変わっちゃうんですけど、あ、でも季節がどんどん変わっていっても、すごいな。これ、あえてやってるんですかねこれ、プロフとか。あえてやってるんだ。いや、ちょっとわかんないね。あえてやってるのか失敗なのか。うん。そうですよね。これは魚、出てくしこれは5秒ぐらいですね。すごいリアルですよね、これ。そうですね。とか、これはなんかミルクを注ぐ感じですかね。 すごい解像度高くて綺麗なんですよね。あ、これとかはちょっとありえないステーションなんで、どんなものですかおそうですね。ですね。これ、中国のやつで、中国の電話番号かなんかないと登録できないやつで、一部限定公開なんですけど、うん、限定公開されたユーザーがなんかポストしてて、これ多分これ自分で作ったやつだと思うんですけど、すごい綺麗ですよね。うん、なんかこういうのとか。 犬ですね。あまりちょっとおかしくなりますけど、これなんかプロフトなのかなああ、でもそれっぽくなってますね、これ。海に浮かぶ中世の繊維、霧の夜、明るい月明かり、不気味な雰囲気みたいなのは。すごい、霧、あや、やや霧くらいですけど、一応なってますよね。なんで、限定公開される人が上げてるやつを見ても、クオリティ高いんで、 これは結構かなりいい感じなのかもしれないな。ちょっと中国のやつで触れないのが残念ですけど。で、これが今週ぐらいに混ぜてた Gen3α ルファ、ね。この Gen2 っていうのはこれまで出てたんですけど、それの最新版が出て、一応変更を加えずに行って、はっきり書いてますね。これはプロンプトですね。日本な、なんかちょこちょこ日本使われますよね。空もそうですけど。 日本の土地を超高速で移動する電車の窓に映る女性の微妙な反射みたいな。全部デモなんで、まあ、奇跡の一枚が出てる可能性は大きいなと思うんですけれども、まあ、結構、あの解像度高いですし、かなり綺麗にできてるんじゃないですかね。で、これの1個前のバージョンですね。うん、1>, 1個前のバージョンが Gen2 でして、 ジェン2は使えるんで、いろいろやってみたんですね。一応、プロンプト統一して試してたんですけれども、これはなんか、ね、ジャパニーズガール m マイリングみたいな。これは着物とか着てないんで。これはまあ、それっぽくできてるなって気しますよね。これ、プロンプトは何な,なんですかあ、ジャパニーズガール m マイリングっていう、このシンプルなこれだけです。あ<ー>まあまあ、これは綺麗だなっていう感じですね。で、これが、 ザフォーシュースタートウォークっていう、化石が歩き出すっていうやつで。これはもう全然ダメですね。ほら、全然ダメですね。これ全然ダメです。化石が歩き出すはね、もう何やってもすごいうまくいかないんですよね。うそういうふうな、あの、学習データがないんじゃないですか化,化石を動いてるわけで,でありそうじゃないですか、<ー>その化石が、TX が動くやつ、ああ,、はいはい,はい、あいうイメージなんですけど。あ、なるほどなるほど。これ、ね、うまく化石を動かないんですよね。で、うまく動かないんで、これ同じやつですね。 この化石の写真を入れてるんですけど、この化石に足が入って動きですよ、すご<ー>なんで、この化石を動かすのは実はすごい難しいんですね。なるほど。はい。回転はうまくするんですけどね、その前の、あの、なんですけど、ドリーム、な,なんちゃらの方も。回転とかは、ね、させるんですけど、この歩くのは難しいですね。次がこのオープンソラ。オープンソラは、まあ、オープンソースでソースコードも 全部出てるんですけど、一応このハンギングフェイスっていうやつで置くんですけど、今ちょっとだいぶ混んでるみたいで、ちょうどバズりみたいなタイミングなんで、ちょっと全然アクセスできないですね、これ。なんで、ちょっと今日は実際に動けたは作れなかったんですけど、まあ結構いろんなデモが作られてて、うん、適当に。すごいですね、これ、うんち。ちょっとあの、 ズーム越しだと分かりにくいかもしれないですけど、ちょっとやっぱね、解像度は全然荒いんですよ。ああ、そうなんだ。はい。これもちょっと拡大とかカメラロールっていうのはもともとなんか簡単、簡単というか比較的実現しやすいんで、うん、ここでもカメラ、カメラかロールですよね。これを、こういうのとか、これは結構動いてますね、カメラじゃなくても。 なんでちょっと他のやつにはあんまだお読んあこれすごいですね。うん。読んでないですけど、まあ、オープンソースでこれローカルで動かせるんで。ああ、そうなんだ。あの結構きれいできてますね、これ。まあ、ローカルで動かせること考えると、なんかいいんじゃないですかね。うん、あ、アニメっぽいのもあります。 はい。これがオープンソワーですね。プログラム全公開でローカルで動くっていう、なんかそういう強みがあるかなと思います。で、ここまでが先週、今週ぐらいですごい話題になったやつですね。はい、ちょっともう一回振り返ると、このルマがすごいバズり、これですね、クリンクリングもうすげえみたいな。これ確かハンバーガーをかじる少年みたいなのが、なんかそれがすごいバズっ,ちゃってたます。 で、この Gen3 ですね。Gen3 もすごい、すごいみたいな風になり、まあバズったのは主に3つで、この OpenSolar のバージョンが上がったは、まあちょっと局所的な感じですね。ちょっとエンジニア界隈とかでオバージョン上がったみたいな、このぐらいです。まあとはいえ、先週、今週ぐらいで4つぐらい一気に出たんで、すごい動画が話題になったなーっていう感じがしました。うん そうですね、やっぱりねそこがあのエンジニアの皆さんと僕の視点の違いかなっていうのは。 思うんですけど、うん、僕はやっぱりビジネス的な観点からものを見るので、うん、いやこれ、ハリウッドで使えるのかあったら、まあまあ、まだ使えないレベルじゃないですか。うん、だから、うん、まあ、面白いし、へーっと、だから技術的にはこれができるようになったってすごいことだと思うんだけど、うん、技術的にはね。でもビジネス的には、まあまあ、まだまだ使えないしみたいな感じで、うん、それほど自分にとっては大きなニュースではなかったという感じなんですよね。オープン、AI、も空は、うん シミュレーションの道具だというふうに考えてて、これをハリウッドに売っていくこうとか、そんなことは考えてないみたいなことを、ね、言ってたんですけど、まあ、うんま、でも実はハリウッドと話してるそうではありますけどもね。ああ、なんかそうみたいですね。なんなんですかね、これ、去年の今頃はめちゃめちゃ難しいと言われたのに、急にできるようになったらみんなができるようになるっていうのは、やっぱりオープンソースで公開してるからなんですかね。みんななんか急にできるようになったような感じですか、ね。結構あの論文で公開されてるんで、やろうと思えばできちゃうっていう。 感じなんじゃないですかね。そうですね。うん、まあだから最初にやった人はすごいと思いますよ。だからまあ空なのか何だかわかんないですけど、うん、で、それを真似てというか、それをコピーしてやったので、うん、まあまあそれぐらいいろんなまで出,出てくるだろうなという感じかな。というのが、まあビジネス的な自分としてのあの見解なんですよね。うん、ちなみになんか映画祭で、うん、あ,あどれだったかな？まだビジネスまでいかないかもしれないですけど、うん、なんかの映画祭でどれかのモデルを使って。 作った映画ああどうなんだあとなんかあのプレゼンするときにねこういう動画あったらいいのになと思ってポンポン作っちゃえるとかねそういうのはいいかもしれないですけどねうんうんまあでもこれは著作権とかどうなってるんだろうなみたいなこれからまだまだそういう問題も起こってくるのかなと思いますけどああそうですよねなんかどっかのやつでちょっと後から出てきますけど、うん、なんかキャラクターみたいなのがその 出ちゃってるようなのもありました、ね、その学習データにその人物の動画とか写真とか入れてないんだけどもでもプロンプトで何とかさんにそっくりにやってよったらな何とかさんそ,くそっくりなんがポンと出てきたりしたらそれはその人の肖像権を侵してるのかどうかみたいな、うん、その辺の議論もあるだろうしうん、うん、それたまたまそっくり例えばたまたま遠藤さんにそっくりな人が動画ができちゃったらそれは遠藤さんは怒っていいのかどうかみたいなあそれれはあれですよね基本的に 作られたもので判断されるみたいな制度なんで、ああああ結果として似てたら、家庭はとともかく NG だったと思います、うん、そうですよね。でもあの、作ったら誰かに似てる可能性あるじゃないですか。世界中の誰かに。誰かが怒ってくる可能性がありますよね、それはね。 そう有名人だったらみんながこの人に似てると分かるかもしれないけど絶対誰かに似るんで結局絶対誰かの肖像権を犯してることは何のかなみたいな,んないそんなふうに思いますけどそれまあまあそれはまあこれからどの議論されるのかなと思いますけど、うん、あそういう意味では今回あのこれ書くときに最初深海も片風君のタッチで書いたこの汎用人工知能ロボットの画像を書いてくださいって言われた、うん、なんかダメって ダメって言われたんですよ。ああ、やっぱりね。ダメって言われたんですけど、深海誠風を深海誠を使わず言い換えてください。言ったら、深 <laughs>、ね、海誠のスタイルを自分で言い換えてこう書いてくれたみたいな。そうなんですよね。できちゃいますよね。じゃあ、これはいいのかどうかってことですよね。でも深海誠風だからダメなのかな、これも。あでも風だからいいんじゃないこう,こういう風はいないと思うんで、これはいいんじゃないですか。風はいいんですからね。うん、そうなのか。うん うーんちょっとなんかわかんないな。まあまあ、こういうのはね、あの、裁判所で議論しながらだんだん決まってくると思うんで、難しい話かなと思いますけど。これ <laughs>、はい、はいいのか、まあ。これはいいと思いますよ。ちょっとまあ、ついで、ついでというか、まあ、せっかくなんで、ちょっと他何やるのかなと思って調べてみたんで、これは、ハイパーってやつですね。これもなんかちょっと前からあるやつみたいですね。 これも同じ感じでやってみたんですけど、これ、これなんとちょっとだけ動いたんですよ。おおすごい。これ唯、唯一、骨、うん、が動くっていうね。ちょっと頑張ってる。ね、歩いてないですけどね。歩けって言った、うんで。これが、これは画像なしの方です。これはもう全然、全然歩かなかったです。うん、でこれが、 ジャブニーズ・ガーリーズ・スマイリングは、まあ、着物着たけど、まあまあ、日本っぽい感じが出てるなっていう。同じプロンプトを投げても、毎回違う動画を作ってくるんですかあ、毎回違うんじゃないですかね。あなんですけど、このステーブルビデオ、これステーブルディフュージョンっていう、あの、うん、まあ、画像生成で有名なとこですね。それが作ってる動画生成のやつは、あ、これなんですけど、だからね、シードって言って、そのランダムなやつを固定できるんで、うん それ固定すれば同じ感じになるんじゃないですか。ああ、なるほどね。これはちょっと面白くて作る過程が。なんか最初プロンプトを指定すると、なんか4つぐらい画像が最初に作られるんですね。で、うん、どれどれにしますかみたいな風に選ぶと、ちょっと動くみたいな。うん、なるほど。ほどね、感じで。ただこれはなんか絵がちょっと動きますみたいな感じですね。うん、こう全体としてもアクションするっていうよりは、絵を描いてそれがこう、ちょっとだけ動くみたいな。 なんか全体としてそんな感じですね。なんか時間も確か3秒とかあんまり長くなかったと。うん、ただ元の絵が綺麗なんで、なんかちょっと綺麗に見えるかなみたいな。こ、うん、んな感じですね。これはピカってやつで、これは同じやつでもこのタッチを変えられるみたいなのが特徴みたいですね。はい、カエルもこういう感じあ、なるほど。はい、あ、これも同じ感じでやってこれ、これはちょっと気持ち悪い感じになってますね。このジャぱニーズガールは。 で、これはなんと、あの、恐竜っぽいやつが、恐竜っていうか骨っぽいやつが出た唯一のやつですね。この化石が歩いたっていうやつ。はい、歩いてないですけど。<laughs> で最後は、ピックスバースかな。これも前からあるやれたんですかね。こういうのがあって、これはどうだったこれもなんかいろいろタッチみたいなの選べるんですけど、これはちょっとアニメ風にしたらなるか。 女でも、これも途中で顔がちょっと変わっちゃう感じですね。ああ、そうですね。ちょっと変わりますね。ですね。なんで、ちょっとまだ、うん、まだなのかな、みたいな。はい。ところで、とりあえず今、触れるやつをざーっと、なるほど。感じですけど、どまあ、やっぱ、ツイッターで出てるやつは奇跡の一枚なのかなっていう感じがしますね。ね実際になると、はい。そうですね。で、あと、まあ、さっき見ましたけど、えっ、ー、と、これ。 音声作すね、それをえっとどっかディープマインドと別のところが作ってきたという話ですよね。一番上はビディープマインドですねこれ違いますか。こ全部ディープマインドす、ね。Google Deep Mind <あ>って書いてあって、でねはい、配信状況お伝えしますって書いてありますね。ですね。まだ未完成らしいですけど、でも映画のサウンドトラックみたいな作れちゃうみたいな、ね、割とレベル高いですよ。ですね。この 結構テキストから音声を生成するみたいなやつがあるんですけど,どこれはちゃんとビデオからこのビデオに合わせて音声をそれがすごいですよねやつですね,ですねあドラムを一応ねちゃんと合わせてるんですよあ、そこそうなんですねすごいすごい ここら辺は何か便利かもしれませんそうですね。こ<れ>アテレコっていうんですかね。かそういうのが全部 AI でできるようになるってことですから、これはちょっとハリウッドに影響ありそうですよね。で、それがもうすでにこのできるっていう。これはあの、絵を回転させるやつあったじゃないですか。ほこれは効果音ですね。4パターンぐらい出てきて。 なんで、こう音楽をつけることもできれば、これみたいにちゃんと、これも再現できちゃってるんで、うん。スコーリジー高いですよね、これ。これ人間がの口っぽく入れたら何が出るんだろうみたいな気になります。まだ精度低いので。 うまく喋ってるようにはならないかもしれないですけど、ね、そのうちにね、口だけで言ってることがピタッとわかるみたいな感じになるかもしれないですけどね。うん、あどれやったかなどれかは一応、その言葉にリップなんとかって言ったの。リップシンキングで,です。あ、そうですね。リップシンキング。唇の感じの喋ってるやつに合わせるみたいな。ね、なんかそれも作れるっていうやつありました。これ、まあ、なんでしょうね。個人の表現力がどんどん増してくるというか、 短編映画を作る人がいっぱい出てきて、うん、それを YouTube に上げたりとか、そんな時代になるんですね。そういう意味では、このルマ AI のやつで話題になったやつ、うん、結構長いやつが多かったんですけれども、うん、あれはやっぱ編集して作ってる感じ。うん、ああ、なるほどね。組み合わせたりとかね、はい。あとは続きを作るみたいな。これ画像を入れたら、一応そこから生成できるんで、うん、例えば、わか,かんないですけど、例えばこれ。 だったこの最後のシーン。うん、このさ最後のシーンをあの画面キャプチャして、うん、で、次にまた入れて、プロンプト入れると続きから作って追加できちゃうんだ。なるほど、なるほど。なんでそういう風にして、一応繋げられるみたいですね。なんかそういう風にしてるんだろうなと思って。うん、け結構いろんな人がいろいろあげたんですけど、うん、まあなかなか普通に作るとうまくいかないですね。そんな感じですかね。動画。 先生がまあ、空がどこまでのものを出してくるのかなっていうのは、気になるところですね,ですね意外と動画作れるの楽しいですけど、うん、あ,あんまり使いどころがないです。<laughs> <laughs> うん、そうですね、まあ、まだハリウッドで使うにはまだあんまり使えないレベルかなと、まあ、そのうちすぐなるのかもしれないですけどね、まあ、でも個人がいっぱい動画を作ってきて、表現する時代になっていくんだろうなみたいな。 今最初はなんかブログ、ブロガーっていうのがあって、文字だけでの表現だったんですけど、うん、その後インスタグラムになって写真の表現になり、うん、それで YouTube で自分で撮った動画の表現になり、でこれからはその AI を使って、実際に起こってないことを動画で表現するみたいな、うん、まあ表現の幅がどん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 ね広がってきていて、えー、みんなやっぱりどんどんクリエイターになっていくのかなという気はしますよね。どうなんですかね使いどころの 例えば iPhone に画像生成機能をったときは、やっぱりコミュニケーション手段として作ってたじゃないですか。そのチャットで簡単に画像を生成して載せられるとか、友達の写真をちょっとイラスト風に描いたやつを簡単に載せてみたいな。ね、動画ってどんなやつなんですかね。その友達が動いてるとか、誕生日を動いてるとパーンみたいな。そうですよね。そういうのを簡単に作れたりとかなんですかね。そ,ううん、そんな風になっていくんでしょうね。 うんそれはもうそんな遠くない未来に、来年の今頃にはもうそういうふうな、なんか、年賀状メッセージとか、誕生日メッセージみたいなのが動画で来るみたいなのが、もう、来年ぐらいにはあるかもしれないですよね。うんうん、ああ、そうですね。動画は、こんなものですかね。こんなところで、これに行きます。これですよね、この、ハギングフェイスって、僕の、あの、適当にハギングフェイスでねとかいうこと言ってるんですけども、ハギングフェイスって何なんですか、これ。簡単に言うと、AI の、 モデルって言って、その AI ってこういろんなものを、まあ、学習して、なんかこう画像を認識できる AI とかなんとかできる AI、まあ今だったら動画を作れる AI とかあるんですけれども、うん、その AI のいろんなモデルをここでなんか試すことができるみたいなすごいご簡単に言うと、はい,はいはい。ういうこれ全部オープンソースなんですか？そうとも限らない？ あどうなんだろう、でもオープンソースが多いんじゃない、はい、ここで試せて、それで実際にそれを商業利用するとなったら、はいまあ、オープンソースのそれぞれ、まあ、いろんなライセンスがあるので、そのライセンスに従ってという、うん、全部、えー、商業利用もいいですよなのか、営利目的じゃなかったらいいですよとか、まあ、そういうのいろいろライセンスあると思うので、それに従って使えたりということなんですかね。うん、そうかなと今回これ いくつかリンクが貼ってあったりしますけど、これ全部モデルなんですかね。Apple Core ML とかありますけどね。その人は何なんですか大学習研究っていうのは。データセットとかありますね。Apple モ,モデルギャラリーってあるんで、ここに。これ全部それぞれモデルなんですね。あすねこれはあ、これは画像分類なんで、これは何,何だろう。プラネタリウムの可能性、プラネタリウムかドームですみたいな。あ、はいはい、はい。 これは震度測定なんで、あの奥行きですね。あ,あなるほど奥行きの予測みたいなやつで、これセグメンテーションなんで、ここが空で、ここが海で。そういう一昔前というか、まあ、今もそうかもしれないですけど、そうです昔からあるやつですよね、そうそう結構ね。昔からある伝統的なやつですよね。よねこれがその、 小規模でできたということなのかなその iPhone に乗る大きさにしたということがすごいのかなと思うんですけども、そういうふうな記載ありますあこれですかね。アプリシリコンを活用し、電力消費を最小限抑えることで、さまざまなモデルのデバイスをパフォーマンス最適化されています。だからえっと小規模 モデルっていうことですよね。そうですね。ずっと大規模言語モデルの競争が続いてるじゃないですか。オープン AI とセイカラ、グーグルととか。 あとイーロン・マスクもやってますしみんななんか大規模言語モデルの競争してる中で、うん、アップルは何で入ってこないんだみたいなことをずっと言われてて、うん、でイーロン・マスクかなアップルは頭が良くないから作れないんだみたいなことをもう散々なことをイーロン・マスク言ってましたですけどもアップルはそこにあえて入ってこなくて小規模の モデルをずっととと開発してたということなんだろううなと思うんですよねそれが今回なんか明らかになってで OpenAI と組んだことによって OpenAI の技術で小規模モデルができたみたいな言われ方もしてたんですけども、うん、例えばいくつかデモあったじゃないですかこんなことが iPhone に載りますみたいなデモがこれ OpenAI、うん、の技術でやってるんじゃないかみたいなことを 言われてたんですけど、これを見る限りそうではないですよね、うん、これ、独自技術ですよね。まあ、少なくともここに出てるのは独自ですよね。よねえ、だから独自に、まあ、昔からあるモデルかもしれないけども、うん、iPhone に乗るぐらいの大きさで作ってきたということですよね。ですねただ、このコ,コアイメールって前からあるんですよね、これ。そうなんだ。コアイメールって、こう、ライブラリーみたいなやつで、なんか機械学習機能も、なんかついてたんですよね、確か。 今回発表されたんじゃなくて、前からあったんじゃないかなと思うんですけど、ど,あどうなんだろう。ちょっと細かくわかんないですけど、この c o r e m l 自体は前からあるんだけど,どあ、アップデートってなってるのか。なるほどアップデートにより、高度な生成機械学習ができるようになったって書いてありますね。なんで c o r e m l がよりなんかなったんですかね。 ううでもこれ今使えるのはあれですよねえっとプロだけですよね iPhone15 ProiPhone15 Pro だけはなんかすごい半導体に乗ってるんですよねああそうですね,ねだからそれだとこの AI の全部使えますみたいな話だったと思うんですけどまあこれから15 Pro だけじゃなくてこれから発売される iPhone は全部こういう AI モデルが載せられることができると思うんですけどそういうことをずっと目指していたという感じなんですよねだから今回この ハッキングフェイスにアップしてきたことで、アップルの考えていることがはっきり分かったと。それまでは、なんか OpenAI と組んで、オープン a i の技術で AI 乗せるみたいなことを言われてたんですけど、全然そんなことなくて、うん、WWDC でデモしてきたことのほとんどが、アップルの技術でできるということなんですよね。それがやっぱりすごいなと思いますね。特にデバイスの中でできるということは、セキュリティが高いということになりますからね。 プライバシーが守られるということになるので、全部デバイスから出ていかないので、個人情報がね。そこはアップルがずっと目指していることだったんで。でも、今見たら本当にシンプルな昔ながらの AI モデルしか使えないので、最新鋭の例えば GPT-4O みたいな感情が乗ってくるやり取りとかね、そんなのはとてもまだまだ乗ってこれないので、それはアップルのプライベートクラウドの方で。そこもまたシリコンが、半導体がアップル開発の半導体に乗せてるみたいなんで、セキュリティが高くて。 だから二段構えでできるだけ iPhone の中で AI を動かしてそれでそれでも動かせきれない大きな複雑な AI の機能っていうのは Apple のプライベートクラウドの方で処理すると、うん、で、えー、オープンクラウドとか他のクラウドには全くいかないという感じでやろうとしてるんですよねそこが全然やっぱり Google と違ってセキュリティ第一で AI を進めていくということなんだろうなと思うんですけどこれって結構なんかすごい 話なんでアップルがダメだとか散々言われてましたけどアップルってすごいことやってるんだなっていうのが、うん、今回このハゲンフェイスに AI を載せてきたことでね、うん、あの自分たちで開発したとオープン AI のもの使ってないというのを見せてきたことでアップルって全然 AI 遅れてないやんかみたいな感じは。 しますよね以前、なんか遠藤さんとも話したんですけど、AI って大事なとこなのに、オープン AI に全部任せて大丈夫なのか、アップルはみたいな話を、前、遠藤さんとしてたじゃないですか。はいはい、でもやっぱり、そこは自分たちで AI 作ってきたんだなという感じがしますよね。そうですね、やっぱり大規模言語モデルやると結構消耗戦みたいになると思うんですけど、うん、すごいちゃんとアップルならではのなんかこう、筋が通った独自路線でやってたんだなみたいな。 そうですよね意外と、ねね、見直したというか、やっぱりアップルすごいじゃんみたいな、それで、うん、大規模言語モデル、本当に今消耗戦ですよね、お金いっぱいつぎ込んで、本当にそれだけつぎ込んで、リターンがあるのかどうかとみんな思いながら、うん、あの一部投資家もこんだけ金つぎ込んで、ちゃんと帰ってくるんだろうなみたいな、そういうのがなんか、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルも報じてましたですけども、そういう消耗戦が行われてるところに全く入らずに、うん、自分たちにとって大事な。 戦いい方をしっっかりととと考えてやってきてやきたんだなということですもねずっと見てもアップルすごいという論調っていうのはまだ出てないなと思うので、うん、この間なんか堀江隆史さんの動画でなんかアップルはすごいみたいな三3日ほど前に出てたんで、うん、堀江さんは、まあうん、アップルとやってるすごさを気づいたのかなと思いますけども他の人は全然そういう解説は全く今のところ見えてこなくて。 アメリカの、えっと、証券会社のアナリストの書いたリポート、この間、読ませてもらったんですけど、うん、アップルって全然 AI、全然だめだったなみたいな感じで、今回の発表でね、うんはい、もうだから絶対、グーグルの方が勝つよみたいな、そんなアナリストのレポートをこの間、見せてもらったばっかりなんですけど、うんあ、アナリストも全然外してるなみたいな感じに思いました、ねうん、これ、c o r e m l って、確かあの開発用のライブラリなんで、うん、これがア,アプリで使えるようになるみたいな、そういうイメージなのかなと。 そうですよねアプリでこういうことが使えるので、すうん、ですから、サードパーティーの人たちがこれを使って、自分たちのアプリをどんどん AI 化できるということですよねうん、うん。という感じかなと、あとは、うん、この連合学習用のデータセットっていうのがあるんで、うんうん、あの連合学習っていうのは、AI のモデルを学習するときに、データをこう渡したくないみたいなこともあると思うんですね。例えばスマホだったら、自分のプライベートなデータとか。うん は渡したくないけど、学習はさせたいみたいなときに、そのデータを渡さずに、ローカルというか手元のマシンで学習させて、その学習結果のみ共有して、で、それをまた統合して、大きいモデルを作るみたいなやつなんですけど、それ用の画像データセットっていうのも、今これ、 これ先週でしたが、遠藤さん、こういうんじゃないかなとか予想してましたよね。あ,あそうですね。連合モデル乗せてくるんじゃないのかなみたいな、そうしたらセキュリティも高くなるしみたいなことを遠藤さん言っておられたんだけど、その通りやっぱりやってたということですよね。うん、あ,あ、そうですね。はい。 うん、あや,やっぱりやってたんだなやっぱりやってたなって感じですよね。連合モデルってあの例えば具体的なデータ例えば遠藤さんが何歳でとかそんなデータは持っていかないんだけどもでも男性,男性で何十代の男性はこういう傾向がありますよというそういう学習学んだことだけあのみんなと共有できちゃうので遠藤さんのプライバシーは侵害されないけれども傾向的なものは日本人男性の何十代の男性の。 の傾向的なものは学習できるというのはそんな仕組みですよね。まあすごく大雑把に言うと。大雑把に言うとそうですよね。はい。だから、プライバシー結構守れるというか、ん、はい、な感じなんで、載せてくるんじゃないかと遠藤さん言ってたやっぱりやっぱりやってたなという感じですよね。まあ、プライバシー重視で、ちゃんとローカルというか、な,なんでお金を外に投あげるとかじゃなくて、まあできるだけローカルで動いて、ローカルで動くから。 軽いし、セキュリティも担保されるし、まあ段階的に、ローカルで動くやつはローカルで動かして、重いやつは段階的に外に投げるみたいな、まあた確かにそのモバイルの設計としてはすごい理想的なそうじゃないかもしれないです,、ねですよねうん。だから AI が本当にモバイルの時代に入ってきたという感じで、うん、その先端を行くのが Apple という感じですよね。僕はちょっと GPT-4O がモバイルの最先端1点 のかなと思いましたけど GPT-4O だけでは何もできないので、やっぱりデバイスでないと、ね、意味がないので、だから、うん、Apple っていうのはデバイス持ってるし、技術もあるしで、でプラットフォームもあるしで、で、うん、やっぱり全部揃ってるんでね、OpenAI、うん、は技術は持ってるけれども、デバイス持ってないですし、プラットフォーム持ってないですし、うん、Google は技術持ってて、えー、Android というプラットフォーム持ってますけども、でも、うん、サードパーティーがみんな、 あのハードウェアを作るのでデバイスを作るので、うん、ですからサードパーティーにどの半導体使えやとかどの半導体と相性のいいモデルを作れとか全く命令できないのでねだからその3つとも押さえてるっていうのがやっぱりあのアップルのすごさだなと思うのでモバイル AI 時代っていうのはアップルが引っ張っていくのかなという感じはしますね。うん、それとまあモバイル AI というのは、まあ、消費者向け C 向けという話なんで。 今まで大規模言語モデルってビジネス向けというふうに思われてて受け止められたんですけど C 向けというのが消費者向けというのが全く手続かつかずだったんですけども、うん、あの消費者向けの AI の時代が今始まろうとしているのかなというので結構この WWDC というのはエポックメイキングになったんじゃないかなと思いますがそういう評価は今のところ全く聞こえてこないですけども。 多分後々、やっぱりアップルが C 向けの AI の先頭に立ったと言われるようになるんじゃないのかなという気はしますね。そうですね。まあ、パッと見、なんか、そんなにサプライズなかったですし、うんうん、なんか、後追いでスマホを載せましたみたいに見えましたからね。そうですよね。がっかりしたという意見も結構ありましたですけど、実はやっぱりやることをしっかりやってたんだなという感じはしますね。 まあ次とか、なんか物が出てきたら、おっっていう感じになるのかもしれないですね。ちょっと違うね、みたいな。そうですね。まあでも、使い勝手は、アンドロイドの方が、ね、最新の乗ってくるかもしれないですけどもね。ただ、プライバシーはちょっとどうなのかみたいな感じはありますけど、うん、プライベート情報全部学習に使われる可能性はあるので、嫌なのかな、みんな、どうなんですかね。どうなんですかね。えー、<laughs> まあ、ビジネスユースだったらすごい嫌ですけど、 そうですよね <laughs> でもプライベートもどうなのかな便利になったらそっちの方がいいんじゃないかなと。やっぱり Google マップの方が Apple の地図よりも便利なんで、Apple 地図の方はなんか履歴を取ってないらしくて、取っててもせいぜい何時間かだけなんで、Google の方は2年前あなたここにいましたよねみたいな履歴持ってるんで、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いんだけど、あれ結構便利で、ここ行ったことあったかなみたいな。あ 3年前に行ってるな、みたいな。まあ、便利っちゃ便利んだけど、うん、それを Google が全部知ってるっていうのは、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いんですけどもね。でも、便利ですよ、ね。便利使ってたけど、なんか、切っちゃいましたねなんか。あ切、切りました。ああ<ー>、そうなんだ。うん。うん、もう、Gmail 使ってる時点で、でも、全部もう情報も持っていかれてるから。うんはあ そうですよね、まあ、結局、学習に使われるっていうのはも,もちろんあるんですけど、学習に使われる前の段階でデータとして取られるっていうところが、うん、まあ気になるポイントなんじゃないかなと。学習に使われたら、なんかこう、うん、ブラックボックスみたいになるかもしれないんですけど、うん、その前にデ,データセットだと生で入ってくるんで、うんそ,でね、それが海外のどっかの会社のサーバーにあるっていうのがよろしくないんだと思いますね。そうですね。なんかもうだいぶ前の話ですけども、うん 確かグーグルだったと思うんですけどもやっぱり従業員の一人が昔つきあってた彼女の個人情報を見ていたみたいな何をしてるかどこ行ってるか見てたみたいな、うん、そうニュースが昔ありましたですけどね最近もありましたよねそれ最近もありました何かで覗いてすごいニュースになってましたよ、うん、いやそれできちゃいますからねやっぱりねうん、うん、絶対できちゃいますからねそうですよね自分みたいな人間のものを見たいと思う人はいないだろうという そういう考え方で何とかやってますけど、もし自分のことを知りたい人間がいたら、それがたまたまその会社で勤めてたら、情報だんだん漏れですからね、やっちゃ嫌ですよね。うん、そうですよね。まあ、なんで産業スパイとかは、その気になればっていう。まあ、だから TikTok とかすごい規制されてるんじゃないですか。まあ、そうですよね。海外で。うん。そういうことですよね。あとやっぱり Apple の方がいいのかなわかんないですけど。 <laughs> 便,便利さを取るか、セキュリティを取るかということですかね。まあはい、あとは、特にコメントはないんですけど、魚 AI がユニコーンになったみたいな、いシリコンバレーからお金、資金調達に成功したと、うんまあ、東京の会社と言いながらも、やっぱりもうね創業者がシリコンバレー出身者なんで、まあ、東京にありながらも、ね、まあシリコンバレー的な会社ということで、はい、まあシリコンバレーの VC から調達したみたいですよね。な、うん、なかなかそうが、うん 東京育ちのベンチャーではなかなかシリコンバレーからこんだけ集められないなという感じですよね。な何を作ってくるのかなって、あれ確かモデルを組み合わせて軽くて便利なやつを作るみたいな感じのコンセプトなんでで、ねうん。なんかあ新しい考え方の言語モデルだみたいなことですよね。うん。まあちょっと何を作ってくるかがすごい意味、まあ、ね。 あれだけ調達するってことは、うん、多分ピッチンやちゃんとここらへん入ってて、そうですよね、なんかデモもあるんでしょうね、そうですね、結構だから、それなりに可能性のある新しいモデルの考え方なんだろうなぁとは思いますよね。うん、それなんか東京を拠点するということで、日本の他の AI ベンチャーに影響とかなんか出てくればいいんですけどね。うん あくまで,でも東京にいるけどもシリコンバレーの会社というよりも東京のコミュニティの中で日本の AI の進化に寄与してくれればいいんだけどなとか思いますけどね。まぁ、あ、ちょっとそこわかんないですけど。あとはなんかあれですね、オープン a i の売り上げが倍になったみたいな34ああ、なんかめちゃくちゃ儲かってるみたいですね。で、ね、めちゃくちゃ儲かってるんですね、これね。それで、はい、IP を目指すかもしれないって話も今日,今日ちょっとっ。ああ、そうなんですね。 今までは割と非営利団体的に動いてたんだけど今回営利団体的な人員を入れたみたいな話が出てきたりとか、うんうん、あとは中曽根さんっていう日系人3世らしいですけども米軍の関係者だったのかな が入りました、ね、でそれは何かというとやっぱり軍事に利用に行くんじゃないのかみたいなああんかあそんなニュースもありまして、ね、んか軍と組んで何か,かみたいなありました、ね、そうですよねやっぱり AI というのは軍事利用されそうなもんなんで軍としては絶対使いたいみたいな感じなんでそうですよねあのねこの前のレポートでもねレポートにもそういう戦争に使われ戦争に絶対使われるみたいな率先して、うん 使っていいいかななと滅ぼさないみたいない中国にやられるぞみたいなこと書いてありましたですからね、やっぱり、うんえー、軍に使われるんだろうなみたいな、まあ、そこが一つドル箱になるんだろうなみたいな感じの動きなんで、うん、なんか最近、オープン a i ってアメリカではちょっと評判よくない感じがしますね。日本では全然そんなことないんですけど、うん、日本ではオープン a i のことを悪く言う人はいないんですけど、うん、なんかちょっとイーロン・マスクもオープン a i の悪口を言ってたりとか。 ちょっとオープン AI に対して世間の見方がアメリカ、欧米では厳しくなってきてるという感じがしますね。なんか具体的にどんなこと言われてるんですかイーロン・マスクの言ってるのは知ってるでしょなんかあ、まあ、セ,セキュリティを抜いてる、ちゅうちそううそう,そう,そ,う<れ>そうですよね。セキュリティの話であるとか。辞めた人がなんかストックオプションで縛ってるみたいな、なんかそういう話うなであるとか。ど、うんなであるとか、動画生成もソラド話したと思うんですけども、YouTube の動画で学習したんじゃないかという疑惑。うん 本当は YouTube はそういう使い方してくれるなって書いてあるのにそうやって隠したんじゃないのかなという疑惑があったりとかあとは女優さんの声を真似したとか「ハー」ーという映画の主人公の女性の声をあの採用したくてその女優さんに話を持ちかけたんだけど受け入てもらえなかったんでその女優さんっぽい声を自動生成したみたいな。 <laughs> で、それはいかがでものかみたいな。本人っぽい声、誰が聞いても本人に聞こえる声じゃないかみたいな。でも、ーオープンエア側は、いや、学習に使ってないし、たまたまそうなっただけだみたいな。はい、たまたまでも似てたらダメでしょみたいな。いや、たまたまだから使った、まあね、みたいな。声に著作権があるのかみたいな。そこはなんかこれからも面白いですね。だって、それで声優再現できちゃいますからね。もう そうですよね。でも明らかに誰が見てもその女優さんの声だ、うん、女優さんの声以外ありえないと言うんだったらまだしも、うん、まあ同じような声の人とかね、結構いますからね。そうですよね。まあなんで、声の肖像権みたいなのができるのかもしれないですね。ねえ。似てるだけで本人じゃないし、みたいな、たまたま似ただけなんで、みたいな言い訳も、うんうんまあ、そ,それだとフェイクビデオも同じ理屈で通るんで。そうですよね。それは通らないでしょう、きっと。 どれが決めるんですかね、10人の審査員が、いや、これ、にすぎでしょうみたいに決めるっていうことですかね。どうなんでしょうね、難しいですね。難しいですよね。どうするんですかね。でも,、ねでも、オバマが変なこと言ってるみたいなのは、誰が決めるんだっていうのと同じ気がします、うんうんうん。100人中90人ぐらいが、いや、これ、オバマはバてるでしょって言われたら、だめかもしれないけども、いや、オバマかどうかも分かんないし、みたいな、ああどうなるんだろうな、そこも、何を意図してるかですかね。 オバマににさせてるというのを意図が読めればそれはダメでしょうけどもそうですねまあそういう意味だと次の選挙でどんだけフェイク使われるかなみたいな気にはなります、ね、そうですねあれ、はい、いつでしたっけ、うん、大統領選とかって僕もう全然政治にってないんでもうそろそろじゃない <laughs> 今年じゃないのかなんのなんかそろそろな気もしますけど、うん、なんかめちゃくちゃこういう生成 AI 使われそうですよねな,なんかね使われそうな感じがしますよね今週はそんな感じですかねまだ GPT5 は出ないですねなんか全然 聞かなくなりましたね。最近、タモアルトも何喋ってるんですかねあんまり聞かない気もしますけど。なんか相変わらず言ってるんですか ?GPT-5、それとも。 あ僕もね、サマーアルトマンのインタビュー、最近あんまり見てないですね。最近あんまり出てないんじゃないかな。あのああ出てでも結構イベントで軽く話してるだけなんで、イベントとかではね、当たりさ、さらりのないことを言うので、はいはい、これが2時間ぐらいのインタビューだったらね、うん、本音結構話すんですけど、だからイベントとかは出てますけど、あんまりその長編インタビューに答えてるっていうのは、最近ないですね、はい。まあ、嵐の前の鈴木さん、黙っているのか、何なのか。 わかんないですけど。まあでも今、オムニのアプリリリース控えてますからね。なん,なんですか、そのア,アプリリリースってんなんですかあの、喋るデモみたいなあったじゃないですか。はいはいはい。あれがチャット g p t のアプリに載ってくるて。ああ、そうかそうか。あんまり載ってないですもんね。あそうそうそうあれ。あれをずっと待ってるんですけど、なかなか出ないですね。はいはいはい。喋るのも出たらね、うんお、それは面白いですよね。じゃあ、そんな感じですかね、今週は。そうですね。は,い、はい、じゃあどうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございます。はい、失礼します。